今日は核廃絶を訴えるビキニデーです。焼津市ではアメリカの水爆実験で犠牲となった第五福竜丸の乗組員久保山愛吉さんを追悼する行進が4年ぶりに行われました。 JR 焼津駅前では犠牲となった乗組員久保山愛吉さんを悼み、核兵器のない平和な世界を願う行進が4年ぶりに行われました。今日3月1日は69年前アメリカがビキニ環礁で水爆実験を行い、焼津のマグロ漁船第五福竜丸が被爆した日です。参加した市民らは JR 焼津駅前から久保山さんの眠る高徳院までを歩き、久保山さんの墓前で手を合わせ冥福を祈りました。若い人たちもいらしたので、とてもいい行進になりました。ロシアのウクライナ侵攻が未だに続いている中において、こういう、ビキニデーの歴史、教訓を、学んで、今後に、生かしていきたいな。参加者は原水爆の犠牲者は私を最後にしてほしいという久保山さんが残した言葉をかみしめ、平和への思いを強めていました。被爆した第五福竜丸の乗組員23人のうち生存者は残り2人です。